日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ沙織のコスモがつき、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かうセイヤとヒョウガ、シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミョルニルハンマーによってお前たち3人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていた。よし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ミョルニルハンマー、ペガサス流星剣、やったぞ。2本のハンマーを流星剣で跳ね返した。ガー、シュン、ヒョウガ、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。我ら七人のゴッドウォーリアは、ヒルダ様の偉大なお力によって生み出され、伝説のゴッドホーブを見るなと、ヒルダ様を守るためのものだ。俺たちだ、アテナを守るためにここにいるんだ。セイントをあまり甘く見るんじゃないぜ。ユーセイケン、桁違いのパワーだ。今まで戦ってきたどんな相手も誰が諦めるわけにいかない。俺がここで諦めてしまった。ユーセイケン、アテナはだけだ。どうやって戦えばいいんだ。このトールの強大なパワーに打ち勝つことが俺にできるのか。そうだ、俺たち12球で懸命に戦いながら、いろいろなことも学んだ。戦いのことを忘れない。逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。アルデバランのグレートホームアイオリアのコースのコスモがみなぎる。ペガサス流星剣、終わりだ。パーフェクト、ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。トール、ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられ、その魔力に操られているんだ。だから俺たちは、黙れ、もはや問答無用、戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュウ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュウ、俺のことよりヒョウガたちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュウ。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いた者はニーベルンゲンの指輪であろうということ。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということは、シリュウ。うむ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。7人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、
そんなことができると思っているのか。シリュウ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。こいつを倒さなければ沙織さんは切れないで、俺は勝つしかないんだ。あれほど俺の剣が確かに、このコスモは衰えるどころかますます高まっていく。そしてここまでが限度。昔のヒルタ様を起こすと何よりも温かく、一回の会合の俺にも慈愛の言葉をかけてくださった。しかしやはり怪我させておっていたことは正しかった。あの怪我感が好きなヒルタ様はまるで変わられてしまったのだよ。何を言っている。ヒルタ様は我らゴッドウォーリアーにとって唯一絶対のお方。俺はゴッドウォーリアーだ。ガンマ星ヘグダのトールなのだ。余計なことを考えるな。俺が今すべきなのは、ヒルタ様のためにこいつを倒すこと。レガサス、レガサス、スイッチアーク。これで終わりだ。いいな。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。見事だ。そうだペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星剣は確かに奴の体を貫いたはずなのに、まだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待て聖夜、奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。聖夜、これが老子の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し、必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。